はい、皆さんどうもテントモです。 G ジェネターナルの実況となります。今回なんですけども、昨日の夜に東京ゲームショー2022に合わせてガンダムゲームラインナップステーション2022っていう生配信があったみたいで、でそこでGジェネエターナルもね紹介されたみたいなんですけど、でそこで新しい MS 戦闘演出の動画がねいくつか公開されたようでね、みたいでようで、僕まだねこのアーカイブチェックしてないんですけど、ただその MS 戦闘演出の動画がねTwitter の方に上がっているので、それをね紹介しようと思ったんですけど、まずはねまだ動画にまとめてなかった以前の MS 戦闘演出をいくつか、今回まとめて紹介しようと思っております。サンダーボルトシリーズと、あとはバルバトス、だから4つをまとめてちょっと紹介して、でそれをね今回動画で出して、でその後最新の MS 戦闘演出をまとめた動画を収録しようと思っております。はい、ということで今回はサンダーボルト&バルバトス動画となります。はい、でアーカイブの方ねいつでも見れる感じになっているので、まだチェックされてない方はぜひとも見ていきましょう。僕もねまた後ほど拝見したいと思っております。はい、ではね MS 戦闘演出第4弾5弾6弾7弾この後続けて流していきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。まあね、もうツイッターをフォローされてる方はね、もうすでにご覧になってると思うんですけども、ね、最後のこのバルバトスが全てを持っていったっていう、そういう感じの動画になっておりました。はい。ね、このバルバトス全く僕は知らなくて、バルバトス、ガンダムバルバトスじゃなくて、別のバルバトスがいるのってなって、そう、何やら G ジェネオリジナルので、リプランを拝見したところ、ラスボス?どこかのシリーズのラスボスで登場した機体なんですかね。まあ確かにめちゃめちゃラスボス感があるんですけど、ね、すごいかっこいいですよね。フェニックスガンダムに近い、そんなビジュアルで。で、あとあれですね、コードギアス。コードギアスの蜃気楼を白くした感じにもなんか見える。すごい蜃気楼感、なんか中にルルーシュが乗ってるようなそんな感じのモビルスーツに見えるんですけども、どうでしょう。はい、ということでこちらのバルバトスが今回のGジェネエターナルにも登場するみたいですね。最初見た時、これがGジェネエターナルオリジナルの機体なのかって思ったんですけども、よく見たらGジェネレーションシリーズオリジナル機体ということで、すでに登場していたという。はい、で、他の3つがサンダーボルト1、2、3といった感じで、フルアマガンダム、ゲルググ、ザクワン
ビッグガンといったね、運営さんはサンダーボルトを推しているのか、なんかサンダーボルトを MSN 投演出にしなければならない理由が何かあったのか。今別にタイムリーなシリーズじゃないですよね。僕はね、サンダーボルトは2期ね、まだちゃんと見てないんですよね。そう、1期は全部見たんですけど、2期でちょっと止まってる感じで、ただ有志エンゲージのあのストーリーで、ちょっとどんな感じなのかはちょっと分かった感じではあるんですけど、まあ一番やっぱりこの3期体で好きなのはやっぱりこのフルアーマーガンダムですかね。これは有志エンゲージでめっちゃ使ってるしねめちゃめちゃ使ってますし、そう、愛着がかなりあります。はい、ゲルググサンダーボルトはよく知らない。ザクはあのビッグガンはまあちょっと知ってる。サイコザクは、サイコザクは後々 MSN 投演出で登場するのか、もうその頃には G ジェネリリースになるのかね。はい、ってことで、今回4つをまとめてお送りいたしました。もう結構前になるんですけども、はい、なのでこの後あの冒頭で言っておりました、昨日公開された新しい MSN 投演出をまとめた動画をこの後収録していきたいと思います。では、今回はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジークジェネレーション。